回に引き続き菊池太一選手、そしてルーキーの平瀬大選手が登場のガンガントーク。前回菊池選手によって熱血感のイメージを剥がされてしまった平瀬選手ですが、実はそんな一つ上の先輩菊池選手をものすごく慕っているようでして。菊池選手の存在っていうのは大きいです。真面目の中では、まあ、最初印象怖かったんですよ。あんまり表情変えないんで、自分がまあ何言っても笑わないんですよ。面白くないだけですか？面白くないだけですか？自分のせいにした方がいいです。けどまあ本当に今はもうこうフランクに喋れるようになって、はい、菊池選手も家族愛が本当にすごくて、はい、そんな話したことない。いやいや、やる。いつも自分に家族の話してくれます。してないです。嘘ついてます。本当ですか？いやいやいや、本当にして？してないです。はい。いやけど今度そう太一くんの家に夜ご飯とかこう食べに行かせてくださいっていうのは言ってるんで、でもまだ呼んでくれてないので。どうでしょうか、うん、この日行っていいですかって言われたら、うん、いいよってなるんですけど。言います。もうね、言わせていただきます。そんな仲良しの2人、意外と共通点はなかったんですが、唯一あったのが朝が苦手なこと。プロになって起床時間がもう6時過ぎとかなので、大学の頃は遅くて7時半とか6時台に起きるのがめちゃくちゃ早いな。そんな差なくない？いやいや、しかも遅くてでしょ。7時半が遅くてでしょ。早くてじゃなくて、早くて7時半だった。今の勝手で早くて7時半だったんですよ。朝しかもめちゃ苦手なので、もう慣れましたけど。菊池選手は得意ですか？いや、朝は苦手ですね。ちなみに練習の日は何時に起きてらっしゃるんですか？9時半だったら7時です。どんなルーティンで？僕散歩するんで、朝7時起きてちょっと歩いて、7時10、20分くらいから食べてちょっとコーヒー飲んでから来るが一番理想形です。散歩をされる理由って何かあるんですか？朝ごはん食べれなくないですか？起きてすぐ。確かに、っていう理由です。え、でも毎朝奥さんが作ってくれるんですよね。羨ましいですね。やっぱ羨ましいですよね。朝ごはんですか？いいですか？朝も朝も散歩で合流して全然洗濯とかしに行くんで呼んでください。めっちゃ家来たいな。行きたいだけじゃ家に。それくらい大好き。大好きです。まあ夜ドライブしたりして。知ってません。夢の中でですか？一緒に温泉行った帰りに一回だけでしょ。その帰りをドライブって勘違いしてたと思います。また今後もぜひ裸の付き合いでね、はい、仲を深めてもらって、はい、この後も平瀬選手の妄想発言が止まらない。予感出してますけど、剥がされたことです。剥がしたことあると思ったんですけど。番組後半も平瀬ワールド全開です。 CM の後はゴールキーパーに特化したサッカースクールを紹介します。今回のエンジョイフットボールはゴールキーパーカレッジ佐賀をご紹介。佐賀サンライズパーク球技場で行われているゴールキーパーカレッジ佐賀、その名の通りゴールキーパーに特化したサッカースクール。佐賀県サッカー協会からゴールキーパートレセンを委託されており、現在36人の選手たちが通っています。立ち上げは2013年。結構ゴールキーパーがいないと試合できないので、あまりこう魅力とか楽しさとか伝わってないなってすごい思ったので、まあ、そういう魅力とか楽しさを伝える専門的な場所を作れればなと思ってこれを立ち上げました。もう本当下学年は小学校の3年生4年生から上は高校3年生まで幅広い年代の子たちが来てて、まあ、高校生なんかは強豪のチーム、それからまあ某 J クラブのアカデミーの子も来てますし、まあ、上手くなりたいという子たちが本当さまざまな子たちが今来てくれてます。西有田中学校のサッカー部に所属しています。小学5年生からここに来ています。自分が苦手なところや分からないところを GK をしている講師たちに質問したりしてできているのはとてもいいことだと思っています。
まあ、基本的なライセンスを持っている子もそうですし、まあ、僕なんかもそうですけど A 級のアマチュアトップレベルの、ライセンスを持っているコーチもいて、佐賀大学の現役の選手、それからあとここのスクールを卒業して今社会人でもやっているコーチ、それから西九州大のスポーツ科でコーチを目指したいというなど、さまざまな、年齢層のコーチが来てくれています。 FC ソレイユでキーパーをしています。まず練習環境が違って、いい人工芝で思いっきりプレーできるので、そこは自分の力になっていると思います。この人工芝でできるっていうのがまず一番大きいなと思ってます。やっぱりその飛んでも痛くないとか、滑ってもこう擦り傷がなかなか起こらないっていうのはすごくいい環境だなと思ってますし、あとこの広さですね、各グループ分かれて実際のその広さを使ってトレーニングができるっていうのはやっぱりすごくこの子たちにとっては今いい環境だなと思います。2年生ぐらいからキーパーを始めています。ここで来ていろいろなできなかった技ができました。まずメンタルが強くなって、ボールとかの対処の仕方が前はよく分からなかったけど、ここに来て分かるようになりました。チームの勝敗につながる最も重要なポジション、ゴールキーパー。頼れる守護神を目指して日々精進の選手たち。来週はゴールキーパー同士でのフリーシュート対決に挑みます。さあ、それではここからは切り替えてサッカーのお話も伺いたいと思いますけれども、敵に回すとお互いこういったところが嫌だなって思われるところって何かありますか？アプローチのスピードが速いです。ちょっとかわしてもすぐついてくるんで、粘り強い、いい守備してくるんでめちゃ嫌っす。ちょっともかわされたことないっす。一回かわしましたよから出してますけど、か、はい、がされたことないっす。はがしたことあると思ったんですけど、まあそのはがした手で話しました今は。結構練習でこう接触もあった、弾き飛ばされたとおっしゃってましたけど、体強いですめっちゃ。これが強いんで、多分から多分バンって押す力、それを多分自分の中でなんか感覚で覚えてるのか分かんないですけど、その形になった時は負けないなって思います。どうですか、褒めてもらってますけど。ありがたいですし、まあ結構自分の得意な形であるんで、これ分かったらしいです。まあ見事にそこをついてくれて嬉しいです。よく見てくれてるなみたいな、はい、じゃあここからもぜひいいプレーっていうのをね、ピッチで見せていただきたい。本当に頑張りたいです。ちょっと声がちっちゃいです。本当に頑張りたいです。暑かったら今のでかいじゃないですか、これ。そうですね。あ、なるほど、こういうところ、そういうところで。お二人ありがとうございました。さあ次回、平瀬選手がトーク相手に選ぶのは手塚康平選手で、その理由は、あの左足から出てくる球は J 屈指だと思うんで、まあ、その選手をここに呼びたいですね。では次は手塚選手にご登場ということでよろしいですか？はい、お願いします。次回もお楽しみに。ワンプレイチャレンジ。6月のワンプレイはこの方に出題していただきました。今回はみんなにこの技をやってもらいます。本当にボールの上げ方がポイントになってきます。普段はこうボールを戻して上げることが多いと思うんですけど、この技の場合は戻さずにそのまますくって上げるので、そのすくった時にしっかり足に乗せることで、しっかりこう高すぎず低すぎない位置までボールを上げることがポイントになってきます。ボールを背中でキャッチするときは、少しボールの軌道と合わせて、膝を使ってボールに合わせてこうかがむことが大切になってくると思います。サガン鳥栖 SRO 高橋よしきさんが披露したワンプレーにチャレンジしている様子をスマートフォンで撮影していただき、サガテレビホームページの特設サイトからどしどし投稿してください。特設サイト内のお手本動画も参考にしてくださいね。投稿してくれた動画は番組内で紹介していきますよ。
みんなの挑戦お待ちしてます。最後にサガン鳥栖ホームゲーム情報。6月10日土曜日午後7時から第17節コンサドーレ札幌戦がキックオフ。そして7月1日土曜日は第19節浦和レッズをホームに迎えて午後7時からキックオフ。さあみんなも駅前不動産スタジアムに行ってサガン鳥栖を応援しよう。ところでみんな、対戦カードのタイトルに明治安田生命 J1 リーグってありますよね。生命保険会社の名前がなぜって思っている方いるかな。実は J リーグの100年構想やホームタウン制といった理念と地域に寄り添うという明治安田生命の思いがぴったりと一致し、いわば志を同じくする仲間というわけなんです。そこで明治安田生命は全ての J クラブとも個別にクラブスポンサー契約を締結し、全国各地で活躍する J クラブとの絆を深め地域貢献に取り組んでいるんです。明治安田生命は J リーグと共同でサッカー教室を開催するなど地域貢献にも取り組んでいるんですよ。Jay, I'm coming. Jay, I'm coming.